Welcome back, guys. That Oda guy said if I wait in the penthouse here, Tachibana will show up. Anything I'm forgetting before I head up? I'm good. Let's go. Tachibanaから呼ばれてきたんだ。お前らTachibana不動産の人間じゃないのか。ここに社長はいませんよ。後で来ることになってるはずだ。部屋で待ってろと言われた。それは何かの間違いじゃないですか。何？うちの小田ってもんから連絡が入ってましてね。若いチンピラが来るだろうから死なない程度に可愛がってやれと。なんだろう、小田が？俺、回れ右すんなら今のうちだ。おとなしく帰んなら見逃してやるよ。てめえ、聞こえなかったのか？さっさと帰れっつってんだろうが。俺はここんとこどこ行っても歓迎されやしね。だが呼ばれた先で門前払いとはコケにされたもんだ。だから誰も呼んでねえっつってんだ、バカ野郎。どげ、お前らじゃ話になんねえ。ガキが土地狂いやがってどうなっても知らねえぞ。お前はオダ。お前が俺を襲うようにさっきの連中をけしかけたのか。なんでだ。あんただって俺たちを品定めしてたろ。ならこっちにもその権利があるんじゃねえかと思ってさ。ま、腕っぷしはそれなりみたいだけど。あのTachibana社長がわざわざスカウトするほどかと言われるとどうもね。部下に襲わせるだけで俺の何がわかんだ。だからさ、やっぱ自分でやるしかないみたいだよ。いやー、仕事を人に任せられないってのはしんどいね。河村町で不動産やってると荒事も多くてさ、俺そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよね。ただのサラリーマンとは違うと言いたいわけか。大したもんじゃない。元極道の半端もんといい勝負だ。だったらお互い手加減はいらねえな。そのつもりでかかってこい。Guess this is our second boss battle. Alright, so he finally started to do something.嘘だろこの俺にこんな若造が怠慢で勝つかよ信じらんねえオダ納得しましたかオダさんええ俺の負けですよ社長どうなってるあんたも承知で小田に俺を試させたってことなのかええ小田さんは私にとってかけがえのない片腕ですだから我々の中にあなたを迎え入れるには彼の了解を取る必要がありましたそうかよ俺はつくづく自分がバカに思えてきたぜさっきまであんたらは信用してもいいって気になりかけていた橘そろそろ腹の中に隠してるもん見せろあんたはなぜこの俺に近づいてきたその理由は何なんだいいでしょうですがその前にあなたはこの神室町という町を何と見ますかカムロ町さあな、質問の意味がわかんねえ。私はね、桐生さん、この町は堂島組をはじめとする東上界の餌場であると見ています。一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる人や金、そこからあふれる甘い汁は全て東上界の極道たちに吸い上げられる。何が言ってんだ。東上界が力で光り輝かせるこの町に、私は風穴を開ける人間です。こんな風にね。なんだと。金は力。私は自分の力がこの先どこまで東上界に迫れるか試してみたい。ですがまだまだでしてね。今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですが、いずれは殻の一粒を手に入れてカムロ町の支配者層に食い込むつもりです。あの土地はそれだけの価値を生みます。あんたは一体。桐生さんがご存知かどうか、東上界という組織は決して一枚岩ではありません。その証拠に東上界にはこの私に協力するある一人の人物がいます。そして私があなたに近づいた理由は、その人物から強力な推薦を受けたからなんですよ。東上界の内通者ってことか。誰なんだそいつは。あなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は、東上界直系堂島組若頭、風間慎太郎です。なんだと。おやっさんが。あなたは堂島組の若頭補佐、久世さんから風間さんをスパイするように言われましたね。風間さんの隠し持つ殻の一坪の情報を探れと。風間さんが隠し持っていた情報、それは殻の一坪の所有者を見つけ出すことのできる人間、つまり私のことです。あんたが。我々は殻の一坪をめぐる争奪戦で、あの堂島組より大きく先へ進んでいる。いずれそのことを知れば彼らは激怒するでしょう。本気で潰しにかかってくるはずですが、それを承知であなたが我々と手を結ぶことを他ならぬ風間さんが望んだ。私が風間さんからあなたのことを託されたのは半年前、あの人が刑務所に入るよりも前のことです。風間さんは久世があなたに近づくことも、あなたが組にいられなくなることもほぼ見通していました。まさかいくらおやっさんでもそんなことまでわかるわけないだろう。風間さんは堂島組どころか、東上界という組織で頂点へ上り詰めるだけの器量を持った人間です。その懐はあまりに深い。風間さんにとってあなたの周りに起こることを予測するのはたやすいはずです。そしてその風間さんが殻の一粒を手に入れる目的は、おそらく自分の身を守るなどということじゃない。あの人はもっと大きなもののために絵を描いてるはずです。だったらなんで今おやすさんは無所に入ってるんだ。それすらも風間さんの計画のうちではないかと私はそう信じています。なんだとバカな。ご理解いただけましたか桐生さん。橘、あんたがおやっさんの意思を託された人間だって証拠はあるのか。風間さんがおっしゃるにはこれがその証拠になると。これはあなたも見覚えがあるはずです。風間さんが沢村由美さんからプレゼントされたものだそうですね。おやさんがあんたにこれを渡したのか。あなたにお渡しするよう預かっていただけです。あなたから風間さんにお返しください。すべてが片付いた後で。俺にはまだおやさんって人がどういう男なのかまるで分かっちゃいなかったってことか。だがあの人が俺に何かを望むなら俺はいつでもそのために命張る覚悟だ。あの日おやっさんに逆らって極道になった時からそう決めていた。ではこれからどうぞよろしくお願いします桐生さん。All right, so that's chapter 2. And now we got what, 13 million? Thanks for watching, guys.